はい、ではぼっちの時間がやってまいりました。ぼっち研究家のモンド兄です。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、最近ね、まあ、ちょっといろいろと忙しいんですけども、映画をねずっと見てます。あのね、最近見たのがね、クロールってやつね。クロールってやつはワニが出てくる映画、結構これ怖いやつね。でそれからあと日本の映画も、ね、結構いっぱいあると思うんですけど、ちょっとね、今まで見た映画ラインナップします。はい、どうぞ。こんな感じでね、いろんな映画見てるんですよ。やっぱサスペンスとか多いのかな。サスペンス系が多いかな。サスペンスホラーでもあんまり最近ちょっとグロ系は見ないっていうね、あのグロいやつを見ないっていう感じですかね。であとはコメディは見てないかな。コメディ見てない。だからサスペンスとか、あとちょっとこうヒューマンドラマみたいな感じ、ああいうのを見たりして、そこにちょっとこうアメリカのテレビドラマが入りの、それから J ホラーが入りの、 J ホラーってあのジャパニーズホラーね、入りのっていう感じですかね。例えば J ホラーだったら、これ最近ね、これ借りたの、これ心霊パンデミックで、こんなやつ借りました。であとは、デアデビルかな。ちょっとこうヒーロー、ヒーローちょっとスーパーヒーロー見てみようかなって思っちゃって、デアデビル見ながらちょっとバットマン借りてみてみたいな。でこれはちょっとジョーカーの話しましたけどね。であとはアメリカンズってやつね。これまたちょっと面白いんで、またね別の機会に話します。はい、今日ね、映画のことを紹介しようと思ったんですけど、まあ今日はいいかな、映画じゃなくて、ちょっとね面白い動画集めました、ね、なのでそれを見てもらいたいと思います。でちょっとその前に、今食べてるやつ、今日の夜食ピザね、これ食べかけですけど、ね、ピザとね、それからちょっとバレンタインでもらった、チョコレートとかね、とかあとは、ね、明太子チーズとかね、明太子チーズね、こうやつとかね、ちょっといろんなもの食べてますね。これピザうまいんだ。これね、あるじゃないですか、普通にあの冷凍のピザ、あれ買ってきて、その上に普通のあのとろけるチーズとかってあるんですよ。で青木っていうとこあるんですけど、いわゆるそのなんだ、ドラッグか、ドラッグ青木ね、ドラッグって麻薬じゃないですよね、ドラッグ青木ね、薬局ね、有名なんですよ。東京とかないですかね。でそこで冷凍のもんとかってむちゃくちゃ安いんですよ、青木って、ね、多分分かんないと思いますけど、青木の歌とかあるんですよ、青木の歌、青木みたいな、なんかあるんですけど、青木ピザになっちゃうんですよ、じゃないですけど、あるんですよ、青木の歌もね、あるんですけど、そこがね、またこれ安いんだ、300円ぐらいなんですよ。安くねえか、300円で安くねえのか、300円で安いのか、300円で安くねえのか、まあそこそこ安いんですよ、ね、普通よりちょっと安いんですよ。で、その冷凍ピザ買って、その上に、とろけるチーズ乗せるみたいな、それがちょっとこう、ディスカウントになってたね、やつなんですけど、安いやつでも十分なんですよ。これこう、うまいんだこれ。電子レンジでチン乗せて、ちょろけるチーズね、ポン。で、うち700ワットだから電子レンジ2分かな、2分でできたかな。うまいんだこれが。あ、持ってるでしょ、ね、またモンド食べてんのかって言って太るぞお前って思ってるでしょ。体重変わらずです。はい、毎日走ってますから私ね。ね、だそれともう一個だけ、すいません、面白い動画見る前に、これキングオスカーのゴルゴ13じゃねえんだ、これゴルゴサーディンのオイルサーディン、イワシの油漬けってやつ、これわかります、これ面白いですよね。ゴルゴ13じゃねえんだ、ゴルゴサーディン、合わせたんだこれ。でね、これね、パケットね、これ表紙が毎回って全部違うんですよ、一個一個、だからすごいなと思って、斎藤隆夫さん
ね、これ、まあ、斎藤隆夫さんがすごい、斎藤プロがすごいんだけど、これ全部違うんで、これね、こう絵を見ながら、ああ、俺このやつがいいわって言って、買うといいですよ。でね、この袋取っときたいな。うん、ちょっとこれで、ね、試食します。皆さんこれ、気になりませんか？ゴルゴサーディン。はい。ちょっといきますね。開けたくないんだな、これが。これがね、このいいでしょ、この、これ、袋。ああ、これ、破っちゃった。破らないとダメなのか。あ、なんか入ってる。あ、入ってる。なんか入ってる、これ。あ、すごい。ちょっと出しますよ。出すじゃないですか。あ、入ってる。あ、これ袋取っときないと思ったら、あ、なんか入ってる、これ。ほら、ゴルゴサーディンレシピ。ゴルゴサーディンレシピ。すごいですよね。これ入ってんだ、こんなの。簡単に作れて美味しい。簡単に作れて美味しい。キングオスカー×ゴルゴサーディン。こんな入ってる。あ、かつお節&生姜。あ、こうやってやるといろんなこうレシピっていうか、まあ、料理できますよみたいなね、こんなのができますよみたいな、簡単にできますよみたいなやつなんです。面白い。大根おろしのせたりとか、トマトハーブのせたりとか、玉ねぎマヨネーズ、いいなこれ。きのこのアヒージョ風、ネギ塩のせ、すごいな。アゴロムフーズ、ゴルゴサーディン、ぜひご購入ください。これあの企業案件じゃないですよ、勝手にやってるだけですからね、はい、私アクセス少ないんで、多分特にこの、なんだ、あのモンドニーのね、あのぼっちの動画は少ないでしょ。だいたい200人ぐらいでしょ、はい。まあ、でも私ありがたいです、すごくありがとうございます、はい。でこれね、ゴルゴサーディンで、まあ今回はそうやってレシピと載せないですよ、載せないですけど、これだけでいきます。これだけですごく興味あるんですよ。でね、まあ、すごくしっかりしてるんですよ。これ見てください、作りすごいでしょ、こんな感じ、ね、だからね、ちょっと高いです、ちょっと高い、うん、380円ぐらいしたかな、これね、ちょっとしたんですよ。でもそれだけするってことはね、まあ、すごい、それだけするってことはやっぱり質がいいってことでしょ、完全に、うん、だから私も、まあ、今回は、まあ、しょうがないなと思って、ぼっち普通お金使わないんだけど、これはしょうがないな、使おうかな、みんなに紹介しようかなと思ってね、はい、ということですね。ちょっといきますね。これね、ちょっと見てください、これこんな感じ。これ斜めにするとこぼれちゃうんで、ああこぼれこぼれね、ちょっとあれなんでね、はい、すいません。ちょっとね、いきます。うわ、こんな感じの、あ、むちゃくちゃうまいわ、むちゃくちゃうまいわこれ、うん、おいしいおいしい、うわすごい、油すごいわこれ。でも油がさっぱりしてる、なんかうわーって感じじゃなくて、あーすごいな、さっぱりしてるわ、そんなにドロドロじゃないよ、うん、美味しい美味しい。でね、ちょっと今日は、ね、さっきピザを見せましたけど、実はね、ダメですよ、こんなことはダメですよ、ダイエットしてる人ダメですよ。はい、肉味噌で食べるラーメンサラダ、もう買うなよ夜にこんなのってね、ダメだよ、本当に太るから。あの、私中身言いますけど、ね、毎日やってるわけじゃないですよ、毎日やってるわけじゃないですよ、うん、まあ、最近ちょっと、まあ、多少配慮してますからね、多少ね。でね、どういうことかというと、これ乗せるじゃないですか、肉味噌ラーメン、ラーメン、うん、なんですけど、これをまあ、これタレの入れるじゃないですか、だって入れるんですけど、そこに、わかりますよね、わかりますよね、もうね、意味ね、うん、さっきのこのオイルサーディン、これをちょっと入れちゃうんだな、これが、これをここに入れんだな、ここに入れて、まあ
まあ、ちょっと味わかんないからちょっとだけ入れて、ね、でちょっとオイルかけるみたいな、ね、ちょっともうちょっとかけようか、かけるみたいな。これまた後で食べるわ。あ、高級だから。でこれをちょっと混ぜるんだ。肉味噌とこのサーディンを混ぜて、ね、で食べます。わ、すごいな、これ。わ、すごいわ。うわ、これはちょっといいのか、こんなの夜に食べて。はい、ちょっといきます。これちょっとすごいな、ちょっと肉味噌もすごいな、これ。とサーディン、ちょっといきます。うまいわ、肉味噌これそのまんまうまいわ。あ、サーディンあった。合う、合う、合う、これ。いや、全然合うわ。もうサーディンだけでもうまいけど、全然肉味噌、肉味噌もうまいし、うまいな、これ。セブンイレブンね、これね。肉味噌ラーメンだっけ。肉味噌で食べるラーメンサラダ、うん、これだ。幸せです。はい、うん、はい、ということで、まあ夜食の紹介もして、あ、ちょっと辛いなこれ、うん、夜食の紹介もして、ね、それから DVD の紹介もして、ね、今日は面白い動画いきます、ね、はい、それでは面白い動画をどうぞ。スパスファミリーパデレゾスパスファミリーパデレゾポニョロシТы как ездишь? Чё хочу? Извините, извините. Что, что ли? А? В смысле, это свои были? Я понял, заебал. Говорю, давай через неделю. Он говорит, а я работаю до субботы. Я говорю, ну давай воскресенье. Секунду подумал, говорит, не-не, я ж, говорит, воскресенье на выборы иду. Знаешь, как будто плакат увидел, что 14 сентября все идут на выборы. Добрый. И сразу, да-да-да. Он, подожди. Что там? Давай, Тёму разбудим, это уже. Тёма не спит, да, Тёма? Да? Тёма? Давай. Блин, слушай, объезжай, как 3 часа ночи уже задрало. Да не говори уже, глаза смыкаются. Ребят, поехали, а? Чё там такое? Ну поехали, ребят. Чё там? Серёжик, ты что? Да-да-да! Да подожди! Тёма, ты удачно проснулся, и башка отлетела! Ой, проснулись заодно. Не говори. Не придумаешь, да? Ой, спасибо. Мужик, спасибо, разбудил. Не, 面白いっすよね。ね、だから特に面白いやつ集めました。ね。皆さんこれね、楽しんでもらえたらなと思います。はい、それではね、また次回お会いしましょう。モンドニーのぼっちの動画でした。ではまた、バイバイ。